また来た。嫌だな。車両を変えたり時間をずらしたりしてるのに、どうしていつも触られちゃうんだろう。もうこんなのやだよ。ねえお母さん、明日から学校まで車で送ってくれないかな。はあ、何言ってるの、無理でしょ。でもアーシ、痴漢に遭ってるんだよ。もう知らない人にお尻触られるの嫌だよ。お母さん助けてよ。何よ、たかだか痴漢くらいで。そういうアピールうざいから。あんた自分が若いからって調子に乗ってるでしょ。そんなんじゃないよアーシ、本当に辛くて。とにかく無理なものは無理です。痴漢くらい我慢しなさい。お尻を触られたからって妊娠するわけじゃないでしょ。お母さんだって若い頃は何度も痴漢されたけど、立派に我慢して学校へ通いました。ふん、まったく今の子は何でも大げさなのよ。あう。こうしてアーシは次の日もその次の日も痴漢に会い続けました。一度勇気を出して痴漢の腕を掴んでみたけど、顔面を殴られて逃げられました。とても痛かったです。とても怖かったです。みんなに見られて恥ずかしかったです。それ以来アーシは一切の抵抗をやめました。無心、無念、無想、信徒を滅却、自分のことを禅宗の修行僧だと思って心の中を空っぽにするよう努めています。自分を守るために